明治競馬レース展望です。この時間は2月10日木曜日の展望を行います。この時間解説は競馬ブック北野望篤さんです。どうぞよろしくお願いします。イメージ開催、今日2日目、水曜日の競馬行われてきました。 まあ、ちょっとね、途中アクシデントもありましてね。あ、そうですね。はい。ゲートね、うん、ちょっとね、あの係員とか危なかったですけども。まあ、なんとかという感じで、えー、その後もレースは続きました。で、明日木曜日の開催ということになります。まあ、お天気はね、比較的良さそうなんで。はい、そうですよね。はい,はい。えー、両馬場,場でレースが進んでいるという状況です。では、明日の展望を参りましょう。 明日ご覧の12レースを行われますメインレースは11レース兵庫オーナーズセレクト賞3歳馬の一戦ですそれから10レース姫路博美特別この2つを展望してまいりますまずは11レースです7等小等数の競馬になりました 兵庫県馬主協会購入場購入補助馬限定の一戦ということになります兵庫オーナーズセレクト賞、まあ、したがってすべて生え抜きの間ということになるわけなんですけれども、ね、7頭立ての 1500m 戦、まあ、今後の重賞戦線に向けてもここで勝って、ねうん、名前を挙げたいという7頭ですよね。はい、そういうういこことです、うん、印こうなりました 本命は4番のニフティースマイル、こちらは前走のクイーンセレクション、花さんに着、非常に惜しい内容でしたねこれはね、勝、あのーまあ、ったと言ってもいいぐらいの内容でしたからね、はい、結局に、逃げた2年 B 組、うん、この馬をどの馬も捕まえにいきませんでしたからね、はい、で自分からうちの重たいところを通っていって、捕まえに行って、うん、結局、花届かなかったんですけども。はい これはもう勝ちに等しい、それ以上の内容だったと見てますね。はい。で、対抗評価ならばのダイヤモンドダストに入っています。うん、ジュニアカップ4着というのがありましたね。うん、そうですね。やっぱりこの馬参勝してますからね。まあ、はい、やっぱ根性はありますよ。うん、前回7着なんですけどもね。はい、この馬も、あの、ニフティ以上にさらにうちの深いところを通ってたんですよね。えー、それで、コンマ5の7着だったら、はい、決して悪くないよ、内容だと思いますし。うん、まあ、このメンバーに入りますとね。はい 三賞ああの,の実績というのが生きてくるんじゃないかなとは思っています。はい 唯一の3勝馬ということですもんね、うん、この中では、はいえー、それから黒三角5番の丹波栗です、今回、下原ジョッキーと初コンビ、まあ、前走、ようやく C ン勝ちをしたばかりという馬ですが、うん、あの素質馬なんですよね、はい、ただなんとなくもうちょっと使い込んでからあ成長してからかなというようなイメージは残しますよね、うんえー、でもまあ2走前のこの2着の時の時計ですよね、31秒8。はい これもなかなか早いですしうです、ね、使うごとに良くなってきたことは確かです、うん、ただも、ね、現状でどこまで通用するのかそこらがまだ微妙なんですけどもね、将来的には結構なラインまで行く馬だと見ています、はい。今回についてはまあ相手一気に強化というラ、ね、イ、うん、になりますもんね。 それから3番、ビンチトーレ4番手評価、こちらは前走、うん、まあオープンとの混合でしたけれども3着と、このま自身も,もオープン馬ですけどもね、うんはい、3着でしたまあ走るごとに力をつけてますよ、はい、それとまあ堅実がけでそこまで崩れませんからね、えー、この辺があともう1と2番のウィンドケーブも最後の印です。はい、これは前前回、ね、3コーナーナ手前で ちょっと詰まったというか窮屈な感じになりましたからね、はい、あれで完全にブレーキがかかっちゃったんで、うん、あそこすんなりいけてればまず着外にはなってなかったと思うんですよね、はい、だからまあス,ムーズさ、えー、スムーズにいってくれれば十分入着券ぐらいはやれるんじゃないかなと思ってますよね、はい、この2番3番だけが、ねうん、距離経験してるんですよね,すねだからそこらをうまく生かして、まあ、上位場にどこまで詰めるかでしょうね。はいうんはい えまあ7頭、七頭小頭数でキャリアも浅い3歳がというところで展開面の予想というのはちょっと難しいですか、うん、うんそうですね、まあ、逃げるのはワイドオープンなのかなと、一番ですね、はいはい、これかウィンドケーブルあたりかなとは思うんですけれどもね、おそらくニフィティスマイル、早めに動くでしょうどちらにしても頭数も少ないですし、ペース落ち着きそうですかね。そうですねうんはい 兵庫オーナーズセレクト賞7頭立てですので副賞馬券2着払いという一戦となります、まあ、3歳戦はね、あのー、昨年2歳の最優秀馬になりましたガリバーストームが、はいてで今年のゴールドジュニアを勝ったバウチェイサーがね、うんえー、まだこの2頭未対戦なんではい、はい、この2頭がどこで激突するかというところ、うん、でそれからクイーンセレクション勝った2年ビーグもいますしね。はいえー、この辺りと激突して なんとかね、うんえー、食い込んでいきたい馬たちがここ7頭いるというね,そうねというメンバーですよね。山際、はいえー、先生の勢力図というのもね少しずつ見えてくるというそんな時期に入っていきました。さあそれではフォーカス見ておきましょう、えー。ここ3連単で1着2着は固定。4番ニフティスマイル1着、はい、1> で7番のダイヤモンドラスト2着。あここはもう固いと思いますか。思いますね。うん、で3着のところももう2頭だけということで。うん、3着あいでいいと思うんですよね。そうですか。はい。はい 印入れた馬は5頭いましたけれどももうこの4頭の馬券でね2点買いということでまとめていただきました、はい、発送時刻は3時55分ですでは大1競争を参りましょうこちらは11頭だけ B2 の一組ですイメージ広ロミ特別です北野さん印こう入りましたまず6番タガノコルソ本命前走休み明け高級戦5着という結果でしたうん これがね、まあ、あの美出血明けでしたからね、はい、普通の休み明けとはちょっと違うかったんですけどもね、うん、でも点から結構叩き上げて最後、コンマ4差の5着ですからね、はい、十分目処つきました、えー、で美出血の心配も,もうないとのことなんでね、はい、あれだったら2層目本領発揮だろうと、うん、そう思いますね。ね で7番のリコーパイソン高松ジョッキーとの初コンビ、こちらも同じく前走、ね、うん、同じレース使っている4着、高級叩き 2>,、ね、え2走目ということになります、ね、まあこっちの方が前に来ているので、ね、こっちから狙いというのもあるんですけどね。 新馬戦勝ってるぐらいなんですよね、だからそれだけの力はあるんですよね、紋別、はい、で,で勝って、兵庫ジュニアグランプリも来てますし、うん、能力は確かなんです、はい、ただ、長いこと勝ってないんですよね、もう2年ぐらい勝ってないのかな、うんはい、そこらがちょっと気にはなるんで、まあ、対抗とさせていただいたんですけども、とにかく力はあります、叩き2走目、気配も上がってきてますんでね、はい、まあ十分勝ち負けのラインだろうなとは思ってます。 それから2番、デスティニープラン黒三角、こちらは昨年9月に B2 戦勝利があった馬ですが、うん、休み明けから2戦は5着8着と、ちょっとまだ結果出てないですね、うんうんまあ、前回が、ね、案外だったんですけどもね、はい、これはちょっとあの聞くところによると、バウン社で相当汗かいてたということなんでね、この辺でまで走る前に体力消耗しちゃったのかなと、えー、久々の輸送というのもありましたしね、はい、やっぱりそういう点はあるんでしょうね。うん、だからまあ ね、スムーズに力出し切ってくれれば、まあ、あんなことありませんしね、はい、おそらくこの馬の花だと思うんですよね、えー、自分のペースで、ね、抑えていければ変わってきていいとそう見ます。はい、輸送がという話ありましたが姫路でも過去勝してますよねそらくたまたまそうなっただけだろう、うん、ということですからね。はい それから11番ラストリンクス4番手の評価、こちら高級3走目、叩き3走目ということにもなります、うん、で追い切り動いてますんでね、はい、走りごろじゃないかなと思います、えー、去年の姫路でもね、向こう正面一気のまくり決めて、うん、え勝ち負けしたことありましたからね、はい、なんかそんな競馬をするんじゃないのかなと、勝手にそう思ってるんですけどもね。はい それからあとしる、えー、白三角2頭ですがまず内一番、うん、待ったなしはここにそう4着3着と前線見せていますそうですねあのそれなりの足は使えてくるようになったんでね,でね、はい、なんとかもう一伸び期待したいんですけどもねちょっと展開待ちというところがあるんで、うん、まあそこらが課題になってくると思いますね。ね、はい それから10番ジェミー・ウェイに最後の中止2走前、10番人気3着というのが人気しない時の高層馬なのかなという思いもあるんでね、はい、人気してどうなのかなとそこらがちょっと気にはなりますけども、はい、まあこのまま1番の待ったなしと一緒でねちょっと展開待ちという面はありますけども足は持ってますよね、えー、だから、まあ、3着争いぐらいだったら十分来てもおかしくない、はい、うまいこといけば2着争いですよね。はい ここは2番デスティニープランがおそらく逃げるだろうというお話でした。はい、タガノクロスそれを見る形ですか。そうでしょうね。うん、3番手ぐらいでしょう。はい、これがい,いっていクールフォールも行きますからね。えーえー、そういう3,4番手で言いながらになるんじゃないかなとは思ってます。そうですか。はい。ではフォーカス見ておきましょう。ここ馬福勝負6番タガノクロスここは頭ではなくまあ軸で取る見方ですね。はい、すねただ相手はもう3頭に絞るということで大衆、はい、競争3点買いでまとめていただきました。 10レースの姫路広峰特別 B2 の一組戦スタート時刻は3時20分です姫路競馬今週は明日木曜日が最後の開催となりますこの後残り2週間カースイ木の開催続いていきますこの後も引き続きお楽しみくださいここまで解説は競馬ブック北の坊敦さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました